ミスターマヨさん、ゲストハウスの中の方ね見せていただきました。ありがとうございましたなんかすごいですね高級ホテルといいますかね超高級リゾートみたいな感じがしますねキッチンがあったりプールがあったりビリヤードルームがあったりとかジムがあったりとか至り尽くせりでねもう本当にねこれ、うん、普通の住まいとは思えないですよね、まあ、でも動画の最後に、ね、すごくねあのいいことというかね気づきがあることを言われてましたねこれは自分の力ではなくって会社のおかげで住まい 察していただいてるんだよってことでしたまあ、そうなんですよ私たちはね組織に属することによるデメリットも大きいんですけどもメリットもねあるわけなんですようん、まあそういうのがないとやってらんないなっていうところはありますよねで、肝心なのはですね私たちは一人になった時に自分が何者かっていうことをいつも用意しておかなければならないってことなんですよね会社に属している自分だから発揮できる力っていうのと会社を離れてからこそ 発揮でできる力っててののがありますすそしてこのですね会社を離れてからの力が大きいからこそ人生というのは謳歌できるわけなんですけども組織を離れてしまって一気に力がパワーダウンしてしまうようだとこれはねかなり苦しかったりするんですよ。ですのでね組織にいる間に守られている間にそのメリットをね最大限生かして自分の力を蓄積することに使ってみてはいかがでしょうか。これ具体的に言うとどういうことかっていうと営業職っていうのがありますよね営業職はみんんなな嫌がるわけなんですよただね。 会社の看板で会社の社名で営業をやらせてもらって個人的な営業力を身につけておくってことはできますよね。そして会社の看板がなくなっても今度は個人の営業力があればこうやって社名のブランドがなくても勝負できるようになるわけですよ。私はねこういうふうにメリットを生かすべきだと思います。他にもいろいろあります。実はね会社を辞めてからも会社にいたというメリットは使えるんですよ。元自衛官。 ねありますよね元公務員とかね元大手企業の社員とか元上場企業の社員とかありますよねまあそういうのを使うことがたまにあるんですよそう考えていくと組織にいることっていうのは必ずしも悪くはないんじゃないかなと思いますその最たるものが学校なんですよね、えー、例えば、ね、東大卒ですとかね東大中退してますとかいうことだけでだいぶ 一生もんのブランドになるのかなと思いますし組織にいることっていうのをどう使うかが全てなのかなというふうに私は思うわけなんですよねえー、もちろん個人の力を精一杯使っていくこともできますしそうするべきだと思いますけども皆さんがね今は組織にいて窮屈さを感じているときにその組織を離れて組織の 強みをね持っていくこともできるような働き方をしてみてはいかがでしょうかということでございました今回ね素晴らしいなんかミスターマヤさんのねゲストハウスいいですね <laughs>、うん、ついついね自宅とね私の自宅と比較してしまうんですけども、うんまあ、私の自宅ちょっとお見せしましょうか 2>, これ2階で今日は撮影してます牧人があるでしょでえっとこうねモニター付きのちょっと電気ついてないですけどジムがあってですね、えー、ダンベルとかがあるわけですよね はいえー、ででこちらの方を回しますと、ここはトランポリンですね。で、掃除機みたいなのがあって、デスクにパソコンと、モニターないですけどね。<laughs> ちょっとね、ぐちゃぐちゃっと乱雑になってますけども、我が家の2階の撮影室といいますかあ、なんですかね、<laughs> 私の趣味の部屋ですね、ここもね。はい、以上でございます。またよろしくお願いします。